まあね、限界が近づいてきました。何が限界かというと、僕の酔い方が限界ですね。今ね、YouTube に映れるとこと映れないとこの狭間にいます。はい、そんなこんなで、今日はあれを作っていきます。これを使っていきます。白滝ね。白滝を麺代わりにしてパスタ風にするっていうですね、僕のね、低糖質レシピがあるんですよ。それをね、やっていきたいと思います。ということでやっていきたいと思います。まずベーコンです。ベーコンね、 40g。 まあ僕いつもブロックベーコンでやってるんですけど、ブロックベーコンじゃなくても構いません。薄切りの、ね、ベーコンでも全然平気ですよ。これをね、あれ切りにするんですよ。こんな感じでね。しめじ、これね 50g です。100g パックから半分ですね、これね。皆さん、僕は結構酔っ払ってるかもしれないです。でも僕料理研究家なので、いくら酔っ払っててもちゃんと料理できるんですよ。安心して見ていただければなっていう。で、この白滝なんですけど、ザルに移します。で、白滝って皆さん下茹でしなきゃいけないと思うじゃないですか。下茹ではね、別にね、しなくていい。なぜかというと、昔より白滝臭くないんですよ。今はね、そんなに臭くないです、洗えば。僕の家はね、お湯の温度ね、40度ぐらいなんですよ。43度ぐらいなんですよ。このお湯で丁寧に洗ってあげれば全く臭みがない。はい、もう大丈夫。じゃあ火にかけていきますよ。とりあえずベーコン入れて、オリーブオイルなるべく高いところから入れます。こうすることにより、モコズキッチンからコラボオファーがあります。大さじ1です。黙ってきたんで、カレーなってフライパンさばき見てください。これちょい焦げ目がつくまで炒めていく。で、皆さん、これがですね、数枚で洗った白滝です。で、こいつを入れます。で、ここにですね、味付けをしておくんです。で、めんつゆ、僕が使うめんつゆは3倍濃縮です。皆さん覚えてください、3倍濃縮です。ヤマサの昆布だし、醤油です。醤油を小さじ1です。で、ここ一番大事です。このさっき入れた調味料の水分が飛ぶまで炒めます。こうすることによって白滝に味を染みさせていくんです。で、ここはね、根気よくね、煮汁が全部白滝に入るまで炒めていく。これがね、白滝料理を美味しくするコツなんです。白滝って全く味がないので、この水分を吸わせていくのが非常に大切な工程なんですね。まだちょっとね、煮汁が残ってるじゃないですか。もうちょっと詰めていきます。この時の火加減はやや強火でも平気だと思います。そうなってくると、やっぱりこれぐらいね、煮汁が飛んでくるんです。これぐらい煮詰まったらですよ、柚子胡椒です。柚子胡椒、だいたいね、ちょっと入れすぎるかもしれない、3、4センチ入れてください。あとはブラックペッパーです。割とこれはかけます。あとはちゃんとあえていきます。柚子胡椒の、あー、いい香りが。そしたら火を止めて一本食べてください。これだよ、この味。こんな感じ。黒胡椒少々ですね。黒胡椒少々のネギさんがね、青みがあった方がね、美味しそうに見えるんだよね。はい、ここら辺にチョコを乗せてあげて、和風きのこ風パスタ白滝完成でございます。はい、ということでね、早速食べていきたいと思います。いただきます。もうないじゃん。いただきます。白滝って多分ね、そんな人気ない食材なんですよ。僕以外の料理家さんでも白滝を使ってる人あんま見たことないんですよ。でもね、今日覚えておってほしいのは、白滝ってこんなに優秀な食材だったんだっていうところなんですよ。よく僕の白滝メニューをやってくれた人いるんですけど、ほぼパスタって言います。満足感もめちゃめちゃあります。だから僕はね、白滝レシピすごい好きなんですよ。白滝の包容力が半端ないです。聖母マリアのような。
酒のつまみとしてこんな優秀な白滝が今までいただろうか。白滝もすごいセクシーセクシーでヘルシーだし非常にもうおすすめでいます、ね、ということでね、ぜひね和風キノコ風パスタ白滝ね、ぜひやってみてください。じゃあですね、今回の動画面白いなとかですね、あ、やってみたいなとか思った方はぜひチャンネル登録お願いします。